洞窟の壁には洞窟の説明や写真などが展示されていました。与謝野晶子の歌碑です。起きつ風吹けば瞬く牢の日に雫散るなり江の島の道。かつて江の島周辺の海には無数の夜光虫が生息していました。八臂弁天座像です。ブッダ座像です。仏像が数多く並んでいます。第二岩屋の入り口です。五つの頭を持った恐ろしい五頭竜が美しい天女に魅せられておとなしくなったという伝説です。岩屋龍神の雷鎚太鼓です。外が見える穴がありました。